砂拓嗣具脇は、九だらの貴族、学者。死は砂、名は、てる脇とも記す。古国の滅亡に伴い、和国へ亡命した。同族に、五百四十三年十二月上の上佐平佐、拓土の泥六百六十年七月上の中及び、同年十月の中に見える大佐平佐拓潜伏、くだら滅亡時に捕虜となり、後に、 各無双の戦団に参加する砂拓孫桃がいる。その人となりは聡明英知で、秀才と称されている。開封層によれば、大友美子の学士の一人で、基礎、高子、答え、春初、吉大、なお、巨律、カーラと共に品格とされた。文章にも優れ、藤子家伝によると、藤原鎌谷の石踏みを作ったという。671年1月、法官。 大輔の時に、あまり自信と共に、大西騎下を授けられた。673年うるう6月に死去し、その法に接した天武天皇は驚愕し、外小紫位を送り、重ねて、五国くだらの大佐平のくらの位を与えている。子孫には、691年に、銀二十両を賜った、呪言博士、砂田区万首、768年に、 無位から105位下に除せられた女樹、砂ンプクラがいる。ありがとうございます。